皆さんこんにちは。今日は自宅の狭いスペースでもできるエクササイズを少し紹介したいと思います。アンテナがかかってるんですけど、本当にドアアンカーにスプリントエアがかかってる状態で、このスプリントドアアンカーとスプリントエア、これをまあ設置しまして、でもこれがドアの反対側にドアが低いので、本当はここは180センチが接触で、それより低い側なので、ちょっと高めやってみて、この場合、ここをちょっと持って、そうすると、スペシャルドレアが短くなる、そのぐらいで、まあ大体、このぐらいかなと思います。で、スクワットは、まあ、軽く手を伸べて、両足、腰幅ぐらいに開いて、なるべくこれを使わないで、深く貼って貼ります。深く。深く。はい、で、ここから貼って出して次へ。片足にします。左足、アンカーポイント、この真ん中の中心に合わせて、右足を上げるんですけど、最初、右足を一個前にステップして、その状態で、後ろに。この時もなるべくさすがには頼らないで、これができるようになったら今度は離します。離して、完全に離して、右足でも同様に、まず最初は片足前になってサポートします。それを使って下がって、でもここでも右足がメインになるように、右足のかかとに重心が来るようにして、できたら上げて、ちゃんとこの真ん中合わせないと普通に合わせて、こんな感じです。